いやー結局バズっちゃう俺おばぴでーす。ありがたいことにローアングル口バズりさせていただきました。たくさんの誹謗中傷が届いております。その誹謗中傷というか偏見というかを、今からマネージャーの東さんに教えてもらおうと思うので、はい、たくさんの偏見と誹謗中傷を受け止めたいと思います。があの貧乳か巨乳か正解、これ正解ですよね。正解パイパン成功よろしくお願いします。カラコンは右目からつけそう。ラガンラガンでした。ラガンでした。よく言われます。黒目で髪です。よろしくです。中卒そう。大学在中卒業の目で立ってます実は隠れてふくらはぎ鍛えまくっている弱虫ペダルと見せかけ体質でございます。持ち物すぐなくしそう。正解、これ正解ですよね。正解です。本当にもうメンバーとかマネージャー東さんとかにもうすぐ携帯鳴らしてくださいほんまに携帯がダントツで多いな。しちゃうでしょうね。いや分からんぞ。分かんない。実は父ある。全て割とさらけ出すタイプなんですけど、唯一の NG があのおっぱいのカップ数だけはあの企業秘密なんですよ。一生公開されることはありません。貧乳か巨乳か信じるか信じないかはあなた次第。かさぶたはぐの好きそう。あー好き。好きなん。いや好きですけど怖がりなので完全に剥がれそうなかさぶたしか剥がしません。いやそれは好きじゃないよ。じゃあ好きじゃない。うん、血出るじゃないですか。いやそうや、のぞみちゃんとか好きそうやけどな。割と怖がり。あ、やみながら白玉作ってそう1年前ですね。やみながら白玉作りました。あったんか。ありましたどうか見てください。人に興味全くなさそう。あーこれは難しい問題ですね。基本的にめっちゃ飽き性なんで入りはめっちゃ興味あります。スタバよりマックに入店してそう。逆にマックの方が老化多い。これマジでスタバは静かな一人の方が多いんですけど、マックは大勢老化がおるから絶対に一人では行かないね。あ、ほんまに行かへんねや。マジで行かないです。怖い。絶対パンツ見えてる人見えてます。私パンツは別に見えてないと思うけどな。ここピックアップされてるだけでやって。ホワイトガード固めですよ。そうやな。学歴とか職種で判断せず遊んでくれそう遊ぶ基準によるかなでも人見知りなのでハードル高いです。モブと遊ぶには。確かにメンバーも1年ぐらい一緒におってようやく飲みに行けるレベル。まだ人見知りするみたいな。確かに。家だと一言も喋らなそう。これはね、陰キャはね、家の方が喋ります。いや、そういうイメージ、俺も。もう人前の方が人見知って喋らない。可愛いけど性格きつそう。あ、でもきついんですよ。きついぞ。いや、全然きついイメージないけどな自ら行動を起こす女性って性格きつく思われがちですよね。ああ、まあ確かに。でも私性格きつい女めっちゃ好きです尖ってる女芸人大好きだね。おたさの姫。おお、姫にしてくれる人いないいやだから友達おらんって、まあ、まあ見てないかもしれんけど言ってる時点でさ、おたさにもならへんって。さにならへんから。そうやな。サークルの中に入られへんもんな。無理無理無理。ほんまケツが本体バレてしまったか。いやほな今俺本体じゃどっか体の一部分取ってるだけの感じになってる。いやなんか本体というよりはなんか脳みそがお尻についてる感じコール言ってる歌の振り付け、うん、可愛くて好き。気づかれてしまった。私あの振り付けまだできてないんですよあれサビ踊れてないです。踊れてないわ2年3年踊ってんのにまだ踊れてない曲ありますめっちゃ練習してます。何もないところでこけてそう。あーそんなことないですけどね。まあこけてるけどな。めっちゃこけてますね。
子供の時アリ食べてそう。え、食べてないよ。どんなサイコパスや思われてるの。私どちらかというとあれですよ、殺すのではなくて逃がすタイプですから。あ、風呂でめっちゃ耳の裏洗ってそう。耳の裏は洗えへん、臭いかもしれん。だから風呂全然入らへん、臭いかもしれん。風呂入らんの汚いな。全然入らへん。ベッドの下おもちゃだらけ。私ベッドの下がめっちゃ綺麗ですわ。あ、そうなの。私部屋汚いんですけど、うん、汚いなりに綺麗を保とうとするベストが出ました。部屋に何も置かん。いや、そうよ。マリストか。あ、ミニマリストの人は多分もともとは部屋汚い人やと思う。いや、おるらしい。でもほんまに、やっぱそうなんですか。片付けられへんからもう最小限のもんだけにしようって言ったら、なんかハマってもうて、より全部いらんもん減らしていこうみたいな。ビジネス陰キャ。ビジネスですよ。もちろんビジネスですよ。実は陽キャです。いや、絶対ちゃうけどな。自分のケツ揉んでそう。揉んでます。揉んでるんかい。無意識に私下尻すごいじゃないですか、うん、プロンプロンってやる。人の彼氏笑顔で撮りそう。もう怖っ。めちゃくちゃ怖い人。怖っ。笑顔で撮れるのかな。そもそも自ら男性に近づいた記憶がないので、人の彼氏となるとさらに難しそうですね。頑張ります。お尻見られて嬉しいんですか。恥ずかしさとかないのかなって思います。確かに、バズって1年目はもうめっちゃ恥ずかしかったですよね。だし、もともと自分のお尻でかいの知らんかったから、そのホットパンツが入ってるのにお尻が見えるで物理を醸してバズったんですよ。確かに。なんかあれやな、そや思い出した、その動画を多分見てモグちゃんが自分でも知らんかったから、うん、ちょっと恥ずかしいって言ってたな。え、そういや、そう言ってた言ってた。お尻でかいなんか彼女じゃないですか。でも今は恥ずかしさよりも夢一歩の方が大事。大事レベル。それよりもそれで知ってくれる人がおるの方がメリット感じてるから。いや、確かに。全然今は恥ずかしいです。結局っていうとこ。パイパイパン。成功。パイパンです。いや、これは事情がありますよ。2つあります。何ですか。1つ、将来の老後のため、介護される時にの方がいいらしい。いや、マジ、え、マジっすよこれ。と、初期面で全員で一緒の脱毛とか言ってるんですけど、3人で脱毛行く時に下どうするみたいな、全身脱毛やからやってもらえるで、3人で温泉入ることあるんですよ。え、でもそれは揃えようよ。ちょっとだけ残すもなし、もうキューピーちゃんになろうということで、約3人で約束しとる。抜け駆けなしで、初期面3人ともです。いや、他の2人まで言うてもだ。だからローアングルで毛見えてるよって言ってくる人いるじゃないですか。あれちゃうで。そやな、ないもんな。ないもん。全部全部ない。一本もないやもんな。一本もない。なんかたまに間違えて生えてきちゃうやつを。それはペンって剃ったら終わりじゃないですか。だからちゃうでって言いたいもんは。第2回偏見を集めてみたでございましたけど、ございました。まあ、偏見してるままの方が良かったりすることもきっとあると思いますので、あなたの思い描く鈴木モブを想像して気になっていただけたら嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上、モブキャラ伝説モブピでした。